うしたの？無事故。どうした？帰りたくない。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ただいま、ゴールデンウィークに実家に帰ってきてる途中なんですけど、帰りたくない。今小声なのはみんなもう寝てるからちっちゃい声で喋ってるのね。でも多分聞こえてる。だって隣の部屋の声聞こえるんだもん。東京が嫌なんか？てか、さっき話してたこといいね。今ね、もう帰る日の前日で、今日寝たら朝の6時に出てがなきゃいけなくって。本当はね、もう今帰ってる途中のはずだったんだよ。うん。でももうちょっと痛いから、うち子がもう一日いていいよって言ってくれて、もう一日お泊まりしてるんだけど、皆さんゴールデンウィークどうお過ごしですか？たちは実家の群馬県に帰ってきてます。こんにちは。なんで帰りたくないかっていうと、寂しいから。涙が止まらないよ。26歳、ホームシックになる。だってさ、今回帰ってきたのが、この動画を見れば分かると思うけど、お姉ちゃん2人、家族も帰ってきてるからさ、すごく賑わってるんですけども、うん、それでヒロ君も一緒にいて、すごく楽しくて、帰りたくないなと思って泣いてるの。だから、プチコとお家に帰るのが嫌じゃないよ。ここが楽しいから、帰り終わってほしくない。リーはね、家族が大好きなの。いいことじゃない。家族が大好きなの。かゆい。お父さんも大好きだし、お母さんも大好きだし、お兄ちゃんもさ、大好きだしさ、お兄ちゃんの奥さんも好きだし、もう一人の奥さんも好きだし、もう一個もう一個も大好きだし、ポチ子も大好きなんだけど、こうやってさ、ポチ子にはさ、大好きってさ、言えるけどさ、このその人にさ、面と向かって大好きって言えないのね。だからさ、なんで言えないんだろうな。で言っちゃえばいいのにって思いながら悔しくなっていつも泣いちゃうの。動画を通して伝えて、今度はちゃんと伝えるね。鼻水出てる。大丈夫。ありがとう、うん、大好き。誰が？お父さんとお母さんとみんな大好き。みんなも家族のこと大事にしてね。ねえ、もう家族のこと大事にするからね。じゃあ寝ようか、とりあえずね。もう5時間半後には起きないと。一緒に頑張って帰ろう。うん、大好きだよ。これ自分で編集するの恥ずかしい。おはよう。おはよう。帰ってまーす。帰ってまーす。寂しいね。こんな状態で帰ってるって言わないけどね。今何してんですか？寝てまーす。パーキングエリアで僕の企画撮ってるんですけど、今お店が開くまで待ってまーす。寂しいな。まだ泣くの？ねえ、ずーっとメソメソしてるじゃん。メソ。じゃあインテレオまで進化してくれよ、頼むから。インテレオになれるよ、だって今日青だもん。あと頭良くないと。頭いいよ。あー、涙が。帰ってまーす。はい。楽しかった？楽しかったよ。今すごく楽しい。あー、またね。うん、楽しかったね。うん、また行こう。また行こうね。車あるんだからいつでも帰れるじゃない。今度はさ、うん、小さなロード行こうね。あ、そうだね。そんなところ行くために群馬まで別に行かなくてもいいよね。また帰ろうね。うん、楽しかったね。楽しかったね。もう帰ります。はい。じゃあ今日の動画を見てくるとこのみんな、うん、家族を大事にしよう。それ昨日の夜も言ってた。目腫れちゃった。こっちもうパンパンだよ。